こんにちは、クレイの西上です。本日はセールのアイテムのご紹介ということで、スタッフが一人ずつおすすめしていく、ご紹介していくという企画をしています。まず第1弾はこのオールドバンズテーラーピーチスキンサルエルパンツです。ピーチスキンって何でしょうっていうことなんですが、ピーチスキンっていうのは桃の肌みたいな、ちょっとコーデュロイとかよりは優しい感じのつるっとしてる、だけどちょっと起毛してるのでちょっとあったかいっていう、でもそんなに全開で冬仕様にはならないので、結構3シーズンぐらい楽しめる、秋、冬、春と楽しめるアイテムかなと思います。で、残念ながら、背の高い人にはちょっとおすすめできないかもしれないんですけど、私ぐらいの156とか160までの人にはすごい絶妙なアイテムなので、これはちょっとおすすめです。じゃあ今日のコーディネートはちょっと春先に向けて明るい感じもしつつということで、紺でまとめてみました。ストライプのちょっとブルーが入っていたりとか、こういうものすごい紺とかじゃなくて、ちょっとずつ白とかブルーを入れることで春めいてきたよみたいな感じを表現しつつです。いかがでしょうか。ではでは、一応紺を履かせてもらってるんですけど、こっちに履き替えてきます。では、はい、着替えてきました。七変化です。ベージュ履かせていただいてますが、こんな感じです。ちょっとワントーンコーデっていう、今年去年ぐらいから流行っているベージュ系で全部合わすみたいなのをちょっとやってみましたよ。カシミヤのセーターは本当に上質で軽くって、カジュアルな感じもしますが、上品でちょっと大人なエレガントな感じもあるので、このセーターと合わせました。そしてベージュのピーチスキンのサルエルパンツ、これはやっぱりこうちょっと茶色とか黄土色って秋な時に着るようなお洋服の色っていうのを思いがちなんですけど、こういう白の淡いカラーとかベージュの淡いカラーとかで合わすと春めいてきて1月2月3月まで楽しめると思いますので、こんな色合わせいかがでしょうか。そしてまた秋が来ると黒とか紺とかで合わすとちょっとイタリアチックでかっこいいかなっていうのも西上おすすめでございます。でも本当これは履きやすくって、150台意外と合わせやすいかなと思うので、チャレンジセールなのでお得にチャレンジできますので、ぜひぜひこの機会を逃すことなくおしゃれチャレンジしてみてください。では西上でした。ピーチスキンでした。はい、さっきご紹介したピーチスキンに加え、これはモールスキンです。モールスキンとは何ぞや。モグラです。モグラピーチスキンよりは、なんて言うんだろう、そんなピーチスキンの方が滑らかです。で、モグラの方がちょっとバサバサしてる感じだと思います。なのですが、今回は形は全く一緒です。だけれども、何が違うって言ったら、大きいポッケが2つついています。ちょっと軍パンみたいでいかがでしょうか。なので軍パンみたいなので、モールスキンはこういうちょっとエレガント、しっとりと女性らしい感じで、あえてワークパンツだけれどもしっとり女性っていう感じにやってみました。こんな感じです。これもサルエルパンツになっていて、形は全く一緒です。なので着こなし方ちょっと難しいかもしれません。だけどこういう何かこう定番アイテムとか、靴下も見せる感じ、ボーダーとかでもいいし、ストライプでもいいし、花柄でも可愛いと思います。そういうちょっと軽やかとか女性らしいとかいうアイテムをちょっとくっつけたりとかして着こなしてみてください。モールスキンでした。番外編でした。